皆さんこんにちは。中島ナビ塾の中島です。この動画は私が開発した速読法を30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際にこの動画の中で用いて本を読んで紹介していきます。今日読む本はですねこちら、落合陽一さんの働き方 5.0 これからの世界を作る仲間たちへです。これはですね先日アクティブブックダイアログの読書会というのに参加させていただいて、それの課題図書だったんですけども、その読書会ではですね、アクティブブックダイアログではこの1冊の本を複数の人で分担して、何ページから何ページまでが私中島の担当ですみたいな風にして、そこの部分だけ読んでサマライズまとめて、でその後シェアし合って、でそして質問したりしながらみんなで1冊の本を深めていこうと。いう読書会だったんですけども、全部読みたいよねということで今回この本を読んでいきます。では30分でスタートです。はい、ではですね少し早いんですけども終わりにして本の紹介いきます。いいですね。みんなで読むのも大事、楽しいんですけども、やっぱり一人で読んで深掘りしていくっていうのも大切だと思います。はい。今日ご紹介するのは落合陽一さんの働き方 5.0 これからの世界を作る仲間たちへです。この本は一言で表すとですね、まずは大人がモチベーションを高めようという話です。この中でですね、落合陽一さんらしくいろいろその自分自身を高めていこうとか、価値をつけていこうと。で特にそのクリエイティブクラスになっていくことが大事だよっていうのが書かれています。で落合陽一さんのね過去の本何冊か読まれてる方であればすごい新しいその表現っていうのはあんまないのかなって正直思います。はい、ただですねその要はそのモチベーションを持ってその専門性を高めていくことで、そのクリエイティブクラスになっていくそので自分の価値っていうのがどんどん高まっていって、自己実現がみたいになっていくんですけど、じゃあそもそもそのモチベーションとは何ぞやっていうところがですね、後半の方に書かれているんですけども、ニーチェの超人っていうのがあると最終的に自分の価値を自己肯定することが大事だよと、要はモチベーションイコール自己肯定感だなっていうふうに中島は捉えました。で自己肯定感っていうのは自分の可能性を信じる気持ちです。で意味付けしているんですね。いろんな意味があるので、要は自分がやりたいことをやるっていうのがとても大切だよなっていう話です。でそれこそがモチベーションであって、でやりたいやったらどうなるかが分かる知る楽しさとかですね、形にする喜びっていうのがあるからこそどんどんやっていって、でそれがどんどん専門性として深掘りされていく。でそのためにはですね、まず武器としてその言語化だったり論理化思考体力とかで、世界70億人を相手にする経済感覚、世界を人間が回している意識を持つとか専門性とかで、そういうのがね武器として大事になっているので、そういうのを身につけていきましょうと。でそれを広げていくことによって秀才天才そして変態と、変態っていう表現が落合さんらしいなっていうところなんですけども、そういう風になっていくよねと。一つの分野だけではなくていろいろつながっていく、だからこそこの世界を作ること仲間たちへっていうところなんだろうなというふうに思います。もうちょっと続けます。で要はその研究っていうのを、深掘りしていくために必要なことっていうのは5つの問いっていうのがありまして、誰が幸せになるかとかなぜその問題なのかとかっていうふうにして要は形にしていくことっていうのが大事だよねと。で自分がやりたいからやっていくっていうのはもちろん大事なんだけど、それがその世界とともに、仲間とともに形にしていくためにはやっぱりそういうフレームワークというかですね仕組みっていうのがあるので、そこもうまく活用していくことっていうのが大事になるよねと。何にせよですねどうしてもですね落合陽一さんは、中島から見るとですね、キラキラしてる部分もありますし、意外と容赦なくですね切り捨てていく。使えない親父はおっさんはダメだよねみたいなことをズバズバ言ったりしてしまって、必ずしもですね優しい人ではないなという印象なんですけども、だからこそですねできることっていうのもありますし、この本を読んで、キラキラしてそういうのが大事だよね大事だよねとかっていうふうにするだけではなくですね、是非自分自身のその自己肯定感モチベーションっていうところにフォーカスしていただきたいなというふうに思います。なので、まずは大人がモチベーションをっていうふうに言いましたけども、まず自分分自身のモチベーションというのはどこにあるのかなって知ることが大切ですし、それをやっぱり継続していくこと、そして日々の自分の仕事ともどれだけこうやってリンクさせていけるかというところ大事になっていくので、まあやっぱそうですね、まあ私はまあ料理も好きですし、例えばこの本とかもそうですし、対人もそうです。今までですねあんまり見せてこなかったんですけど、まあ、こんな感じのメモを書いております。でこの中でですね、まあ、やっぱりそのアウトプットする思考を言語化していくことっていうのは、まあ、落合さんも大事だよっていうふうに言われてますし、この武器の部分っていうのはすごい共感する、私がいろんなクラスとかでですねお伝えしていることとつながっていくのですごい納得感はありますし、まあぜひ読んでいただきたい一冊です。まあ今まで落合さんの本いろいろ読んでますけど、これは結構まとまってて分かりやすいなっていう印象ですので、ぜひ読んでいただければと思います。いつものようにですね、まあ、Amazon のリンクの方を貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。はい。ではですね、今回の動画はこれで終わりにします。ぜひ動画高評価、いいねボタンを押していただくと中島励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。